新たな邪険の主が見えるか。あんたの耳障りなんだよ。私の磁力を止める術はない。確かにレアツは消えている。どうでしょう。うるさいんだよあんたら。ほんと使えない。むごいホローとなった魂に意味ない。ただいたずらに魂を食い漁るだけの存在だ。そこに意味を与えてやるほどの何がむごいと。その魂を粉々に打ち砕いた君の方こそむごいという。ええ。おお、大胆。おいしかった。悪かったわね。足場を編んだわ。なるほど。それじゃあ普通の人だったら見逃してあげてもいいのよ。何？この程度で私を煙に巻こうとはまだまだ甘いわね。ここまでボケちゃっても食い地だけは相変わらず張ってんだから。一体どこへ行っちまうんだろう。分かったわ。どっちの言い分が正しいのか勝負して決めようじゃないのよ。誰が問題外なのよ。私も殴る。間違いない。スタンド能力よ。それもウェザーと同じ。何よ、あんたまで私を疑うの。こいつは私の心が見ている幻覚だわ。考える暇もないほどギリギリだった。あれ、さっきまでそこに言ったでしょ、攻略法があるって。似てるのは上っ面だけみたいね。今までは面白そうだから黙ってましたけど、大体が破壊神信仰とかリナさんをご本尊にしようというのに無理がありすぎます。行こう行こう、出発。こいつはハッピーだぜ。あの程度で被害の出るところには隠すわけがないだろうし、吹き飛んだところで古文書の持ってる魔力のかけらぐらい見つかってもいいはずだろ。その通り。このままじゃやられる。一旦交代して体勢を立て直します。直撃なの。どうしたんだ、さっきから随分うなされてたぜ。いいから見てなさいって。どういうことなんですの。まずはコピーっていう技術があるの覚えてる。見てろよ小一、この俺の右手をよ。えーらい、よくそこに気がついた。散らばって。まあそうね、あの虫たちだけに致命的な疫病が蔓延する未来が訪れるかもしれないしね。で、急にあんたの声がしたかと思ったら空が真っ暗になって。要は虫の巣ってことでしょ。なんでこんなのがいるんですか。人ってどんな奴にやられたのかもわからない。悪かったわね。ほらしっかり。まあそうね、あの虫たちだけに致命的な疫病が蔓延する未来が訪れるかもしれないしね。なんだそりゃ、壊れてんのか。考えられない話じゃないわね。冬場になって食料にことかき。闇に帰れ。この器存分に使わせてもらう。今感じる感覚は、俺は城の中にいるということだ。触るんじゃないと。もはや立ち上がれるような肉体ではない。貴様を仕留められる角度。俺たちは旅人なんだ。初めて来た場所だし、もう出発しなくてはならない。次の町へな。一つだけ地獄の番人に任せられんことがある。それは張り口出しの刑だ。長年待ったぜ。いいか、無理無理。期待してるぜ。決まったな。まあここからじゃ。まさか正義に目覚めたのか。あよちょうだい。それ以上追ってきたら殺すぞ。貴様にはイニュー隊長に近いものを感じるぞ。真っ黒焦げじゃ。マジに怒るぞ。こっちだと。もう俺様をバカにはさせんぞ、このチビめ。命
ちが助かる可能性は 0% だ。すごく強いだ。逃げやがった。俺様をバカにはさせんぞ。このチビめ、今度こそぶっ飛ばしてやるぜ。血管から直接注入したんだぞ。主人に対して無礼を働けば罰を受ける。覚えておけ。ふざけるな、大止めだ。チャンスは逃がさんぞ。もうやらせんぞ。つくしかねえ。てめえ絶対にぶち殺してやる。まさか正義に目覚めたのか。動けぬ。このワムーに殺される資格はある。お前は助からない。もうやらせんぞ。ダメじゃ。他人はあんまり褒めてくれないんだ。こりゃあっという間に終わっちまいそうだ。あ、危なかったでやんす。ちくしょう、なんてこった。やろう。俺にとって強い戦士こそ真勇者こそ。このまま決戦を挑むまで。話せ。俺様に勝てるのは隊長だけだぜ。義乳隊長に近いものを感じるぞ。お主、もう少し肩の力を抜きなされ。これでスッキリするわ。生き残るのが柱の闇の一族か、私たち人間か。もう俺様をバカにはさせんぞ、このチビめ。てめえごとき、俺様がぶっ潰してやるぜ。俺様の力を思い知ったか。今度こそぶっ飛ばしてやるぜ。てめえは俺の部下にしてやるよ。なめてるな、ウキさん。お宣伝早いわい。こっから勝つぞ。明日からは波紋だけでなく化粧の訓練も行います。なんだと。つくしよう、離せ。動けぬ天使を楽に勝たせる趣味はない。つくしよう。まだでやんす。俺様に勝てるのは。お宣伝早いわい。俺様に勝てるのは隊長だけだぜ。さて、どう料理してやるかな。なかなかやるぞ。カズ様、なぜあなたが。俺っていつもそうだって初めてわかるんだ。俺様に勝てるのは隊長だけだぜ。チャンスは逃がさんぞ。まさに奇妙な運命。さて、どう料理してやるかな。もう俺様をバカにはさせんぞ、このチビめ。いい呼吸だわ。舐めてんだろ、貴様。俺をバカにするな。しょうがないわ。まさか俺様にこんな力があったなんて。案外こんなものなの。私はあなたの命を助けるために波紋法を教えるのだ。奴らを倒す戦士を作るために教える。あれ、これが一点の曇りもない自然が生んだ奇跡の完全結晶。助けてくれ。けどおめ、あなたの女装の才能がひどいということは試してみて分かった。よくそこまでおぞましくなると感心します。人には誰もかなわないんだぞ。このワムー
される資格はある。こう言って決めるんだぞ。何？シャボン玉のように華麗で儚き男よ、卑怯者め。決着をつけるわよ。そんな熱ではマフラー1枚燃やすこともできないわ。ちょいっと、おい！あっしはやるときはやる男でやんす。俺に負わせねえものはねえ。私のことを知っている。一体何者？任せろ。今度会うときはもっと強くなってからこのワムーに向かってこい。カーズのこの構えは殺気がない。殺気を発さないで戦えるのか。任せろ。俺の剣で撃墜してやる。みんな攻めるだ。後ろだと。あなたの女装の才能がひどいということは試してみて分かったわ。よくそこまでおぞましくなると感心します。波紋の蓄積がまだまだ甘いわね。礼は言っておくぞ。あなたのマフラーにはしなやかさが足りない。いつの間に。機体の調子をチェックしたい。無謀なバカにはふさわしい末路だ。モハメド・アブドゥル、あなたが生きていたというニュースは本当だったみたいね。何者か知らんが、わしの野望の邪魔はさせんぞ。磁力はどんどん強くなる。お前をぐちゃぐちゃに押しつぶすまでな。そこか。どうあがこうと同じことだ。俺の邪魔をする気か。なら殺してやろう。どんどん磁力は強くなる。孫悟空ではないか。まあいい、相手をしてやろう。ほう、なかなかのエネルギー量だな。そんなんだから勝てないのよ、あんたは。貴様は一生罪から逃げられん。貴様には生きる資格などない。よく見たらあなた全然綺麗じゃなかったわ。砂鉄まみれでひどい。まだわしもイケてるじゃろ。本当に完璧に回ったこれっぽっちも私は知らないから知らないから知らないの。ここからが本番じゃ。根性ねじ曲がっているつもりよ。あれ、早旋回。どこないと信じてましたわじゃないでしょうが。これじゃ何の解決にもなんないじゃないの。ここりゃダメかの。だけど全てが完全に混じり合ってるわけじゃなく、その部分部分でムラがあるのよ。あまり元気すぎるギャルというのも考えものじゃな。トント、空中で急ブレーキなんて器用な真似しないでよ。残像剣。こいつ、根性ってものが完璧にないな。わしが勝ったらお前の嫁さんにあれをお願いしてもらえるじゃろうか。倒してしまってはパクパクしてもらえんの。
あまり元気すぎるギャルというのも。ここはわしがこの世で一番強いとな。感心感心、牛魔王の娘か。苦手なんじゃよなあいつ。師匠の威厳を保つのも加減なしじゃぞ。一生やってなさい。おい先短い老人と戦いたいとは物好きなやつじゃの。ここからが本番じゃ。何言ってんのよ。そんなわけないでしょ。私はずっとあんたたちといたじゃないの。あまり長持ちせんのじゃよ。残像剣ですって。だったらそうじゃなくて、わしでよければ相手になるぞ。手加減なしじゃぞ。俺はあんたが私に勝つまではって。今まではあのレゾに体を改造された不幸な境遇ってのもあったのに、元の体に戻ったゼルにはそれもない。鶴仙人のクソジジイの差し金かの。師匠の威厳を保つのも大変じゃわい。あれ、これでもう封じる必要もなくなったわい。引っかかりおった。何今の音。わしがこの世で一番強いとな。これでもう封じる必要もなくなったわい。何こいつ、根性ってことでしょ。確かに今のは命中したはずなのに、どうして全然ダメージを受けてないのよ。降参するか。師匠の威厳を保つのも大変じゃわい。よいしょ。まだよ。なんとかこの場を乗り切って。